萩原厚志、萩原厚志、萩原淳、1973年8月20日体は、東京都西東京市出身の元プロ野球選手、内野手、投手、プロ野球コーチ。東海大学甲府高等学校で1990年と1991年に、選抜高等学校野球大会へ出場。高校通算十五本塁打の強打を誇り、強肩強打が、 持ち味の内野手として注目を集めた。1991年のドラフト会議において、オリックスブルーウェーブから2位指名を受け、入団。新人時代は、田口聡、一郎と同じく期待されたが才能が開花せず、プロ入り9年間で1安打に終わる。そんな、萩原の現状を重く見た、大木明は、シーズン途中に、投手へ転向させた。 投手転向2年目の日軍初登板を果たすと1回無失点に抑えた。同年はこの1試合の登板に終わった。2は1から鍛え上げた直球を武器に活躍し、夏にはヘルニアで離脱した大久保勝信の後を受けて抑え投手も務め、48試合で10セーブ、防御率2.64と安定した活躍を見せた。当初は直球や多少変化する。 ムービングファストボールしかなく変化球と呼べるものが全く投げられなかった。変化球を投げられず直球を狙い撃ちされたことで翌年は42試合に登板したものの防御率が6.90に悪化しチーム防御率5.95と投げ回の一因となった。そして翌年も前年同様投手陣崩壊は変わらず十三試合の登板で防御率点零零と さらに悪化し、2年連続チーム防御率5点台、後半の一員となってしまった。オフの球団合併、選手分配ドラフトによってオリックスバファローズに残留することが決まった。合併球団1年目のは、中継ぎだけでなく中1日で先発したり、3回限定、8回から延長12回まで1人で投げ抜くなど、フル稼働し、新たに、 カーブを習得して49試合に登板して3勝2敗、1セーブ、防御率3.89という高成績を上げた。は、前年の疲労から不本意な成績で2軍落ちも、味わったが5年連続30試合以上の登板と、チームに貢献した。は、開幕からチームが不調だったが1軍での、登板機会を与えられず、6月28日に、清水明を、 木本邦幸との交換トレードで、歌、藤達夫と共に、北海道日本ハムファイターズへ移籍した。移籍後のはそれほど、登番機会を多く与えられなかった。最小格後の9月28日に移籍後初勝利を挙げた。同年は5試合に登板するも、防御率5点台と不調だった。チームは、リーグ連覇して、CS も制して11月2日の日本シリーズ。 第中日ドラゴンズ戦でも中継ぎとして登板した。自身初の日本シリーズだったが、シーズン終了後に選手の若返りを図るチーム方から戦力外通告を受けた。11月7日の12球団合同トライアウトに参加した直後、同年まで日本ハムのゼネラルマネージャーを務めていた高田茂が来期から東京ヤクルトスワローズの監督へ就任するのに伴い、 高田から契約の意を受けて、12月4日に東京をヤクルトスワローズへ入団した。は、ロングリリーフや配線処理ながらも完全に再生を果たし、時速150キロメートルを超える直球を連発するなど安定した投球を見せ万弱のリリーフ陣の一角を担ったが、安定感を欠き、25試合の投板に終わった。2番。 自己最速の時速1 5 4キロメートルを計測するなど、衰え知らずの一面を見せた。しかし、9月中旬に右肩痛を発症したことで降格し、そのままシーズンを終えた。Y 遺跡後発の一軍登板なしに終わり、10月3日に2度目の戦力外通告を受け、現役を引退した。からまで四国アイランドリングプラス。 愛媛マンダリンパイレーツの投資コーチを務めた。退任理由は、在任中に、チームがリーグ優勝を達成できず、指導者を一新したいという球団側の理由によるのだった。彼は、愛媛と同じリーグに所属する、コーチファイティングドックスの野手コーチを2シーズン務めた。3月1日、森山和人の公認として、愛媛のコーチに就任することが発表され、 三年ぶりに愛媛に復帰した。ただし、前回は投資コーチであったのに対し、今回はヤシコーチである。このシーズン、愛媛は二年連続となるリーグ総合優勝を達成している。和愛媛は後期優勝したが、チャンピオンシップで香川オリーブガイナーズに敗れて、リーグ総合優勝はならなかった。チャンピオンシップ終了後の10月10日、契約満了により、 同年シーズン限りで愛媛を退団することが発表された。1月23日、ルートイン BC リーグ、シガユナイテッドベースボールクラブの総合コーチへの就任が発表された。高校時代は強打の内野手として注目されたが、プロ入り9年目に投手へ転校。転校のきっかけは、練習で時速150キロメートルの速球を投げたことが、扇の目に留まったことからである。 もし、投手転向を拒否した場合は、球団から戦力外になっていたことが明らかになっている。投手転向後は、時速150キロメートル前後の速球を中心に、投げる中継ぎ投手として活躍した。変化球の球種自体は、少ない分、速球派投手として、打者一人に対する短い投板から、敗線処理までこなせるほどのスタナの持ち主。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。